旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。ボンジュー。さあ今回のツアーなんですけど、はい、もう私がやりたいことがいっぱい詰まった素敵なツアーと聞きましたよ。ミキトリにちょっとおしゃれにパリも似合うかなと思って、女性の方たちが喜ぶようなイメージで行ってみました。嬉しい、すごく嬉しいです。ボンジュー、フランスへ行こうよ。6日間で行きましょう、はい。さあ、フィンランド航空で行きますから、ヨーロッパ最速最短、その文字通りですね、花の都パリに着きます。そしてパリからパリの郊外にありますイルドフランスというところに、うん、ベルサイユ宮殿のベルサイユで1泊目泊まっていただきます。いいですね。2日目でございます。ホテルでブッフェスタイルの朝食を食べていただいた後、うん、世界遺産のベルサイユ宮殿の観光、お昼ご飯はキッシュと言いまして、パイ、はい、お肉で包んで、ね、中がお肉かな、玉ねぎがポッと入ってて美味しいよ、はい。そしてチョコラッテ、女性のイメージでね、デザイン今回ちょっと重視してますよ。あ、嬉しいですね。さあその後世界遺産のシャルトルの大聖堂の方にご案内します。そしてノルマンディ地方のモンサンミッシェルにお宿を取りました。さあミキトリ、はい、モンサンミッシェルに泊まる人だけができる特典というのは、どうでしょうか。夜、あのライトアップされた海に浮かぶお城、ライトアップされてるんです。この絶景を見ていただき、朝早く起きたら朝焼けの時にもお城が、これね、泊まった人しか残念ながら見れないの。そして翌日でございます、3日目でございますが、朝は世界遺産のモンサンミッシェルをガイドさんと共に見に行きましょう、うんうん。お昼ご飯はオムレットモンサンミッシェルという名物料理を食べていただきます、はい。さあその後ポイントです、はい。ノルマンディ地方にフランス政府がフランスの最も美しい村選定してるんですね、うんうん。その一つがあります、ブブロン・アン王子村を訪ねていきます、はい。そしてパリに来まして、パリは前菜にエスカルゴ、メインの食事とデザートにクリームブリュレをご用意しました。美味しいですよね。さあ4日目でございます。パリの市内観光とルーブル美術館に皆さんご案内します、はい。人類のお宝とも言われるルーブル美術館で感動の連続を打ち立った後、うん、美味しい美味しいランチをセットしました。わー嬉しい。ここポイントです。お、ポイントですよ。レストランリシュリューにて、うんうん、スペシャルメニューのランチと、を亡くなられたんですけれども、ココシャネルさんが大好きで最も愛したデザートモンブランセットしました。うわ嬉しすぎるこれは、はい。午後は皆さん、年に2回のバーゲンといった冬のバーゲンはパリ、この時期バーゲンだらけ、お値段も12万7800円でこの内容でご用意しました。ミキトリ、はい、行ってスケジュールマジでチェックします。はい、お待ち申し上げております。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週。次週は2014年3月から秋にかけての素晴らしいヨーロッパ地中海クルーズ、すごいコース考えましたよ。ぜひ皆さん見てください。